お疲れ様です。今日はそれこちらジャイスパーキーやっていきます。さあ今期はねジャイ環境というわけで、まあ、いろんなジャイをね紹介したと思うんですけど、まあ、ジャイスパーキーね、はい、やってなかったというわけでやっていこうと思います。パーコー大森、すげえ名前だなどんな名前やねん。さあよろしく。で今世界上位では、まあ、スパーキーね、まあ、多いわけじゃないんですけど増えたかな。ちょっと前よりは絶対増えた。このサンスペスパーキーと、あとね、トルネが入ってるスパーキー2種類あるかなという感じで、まあトルネない方がね、100倍使いやすいと思うんで、今日このサンスペ型やっていきます。で、まあ環境的に、なんか文句もね、結構いるんですよ。残念なことにね。スパーキー刺さらんやんっていう。あとはまあ、クロスや枯渇のロケットも結構いるんですよ。まあ、だからスパーキーそんな流行ってないんですけど、まあ2試合に1回ぐらいってだいぶか、スパーキー出さずに、はい、戦うことがありますなんかいらない、うん、まあ、これも逆サイジャイミニペ、え、いた、まあスパーキーおとりにねおとりにぶち込んで、いやー、まあこのスパーキーどうせダガーで散るが、この間にガゴが頑張れたら結構でかいんだよな。スパーキーのバ、違う、キョスケのバカが、え、ミニペ耐えるんじゃね、強っ、はいみたいな感じです。はい、スパーキーをおとりにして、でもボイドだった、やべ、このウィザードの位置、うん、強っボイド強っ。そっか、スパーキーってあれか、ボイドにも壊されるんや。平石にしなきゃね。多分3発受けるとスパーキーって壊れるっけ、多分壊れるみたいな。いや、ワンチャンミリ残るか、どうなんだろう。ロケと同じようなダメージなんで、ボイドってそう考えたら壊れるか、あんま把握できてないんですけど、まあ刺さりそうだったら出すし、刺さんなそうだったら出さない、結構大事かな。普通にただのジャイとして戦える、やべ依頼心はしない、めんどくさい。ちょっと痛えのかな。いやー、なんか贅沢な進化ザップ使っちゃったか。さあ、まあでも守れば俺勝ちなんで、手玉回ししてスパーキー出して、いや平石ワンチャン、やべ逆サイヤ、いやこれ誘導できるのでもでかいな。いや、ボイドのエム良すぎん？いや、でも、誘導できたことによって、スタートは適当に耐えるだけ。いやー、ガグ強い。いいね。さあ、グッドゲーム。という感じで、序盤に1本取れれば、まあ、守ればいいしな。で、まあ、飛来心ちゃんとすんの大事だな。この環境。まあ、あとは出すかどうか。文句やね。ロケ相手にあんま出しても意味がないんで、そこだけ考えてやればなんとかなりそう。まあスパーキーにボイドを使わせると、まあ、ウィザードが絶対残るっていう強みもあるんで、まあ、逆でもいいか、文句じゃねえわ。おお、文句じゃなくてウィザードにね、ボイド打たして絶対スパーキー残るとかも強そう。相手ジャイスキャラっぽい動きしてない、ダックプリと、あ、いや、これスケのせいってさ、言い回すのむず。いやー、これ捨ててもいいな。しばいて。さあ、ジャイスケラか。まあ、スケラの防衛ができれば勝てるな。できるかなできるか怪しいんですけど。で、アチャクイガゴね。相手の対空。やべ、突進入った。まず耐えて。いやー、でかい。ガゴスケラとかもある。
やだな。いやー、これシャーナシーサーだけど、アドがやべえ、これ。結構アド取られてるっすね。まあでも、端前からしか来てないんで、ギリジャイは回ってないが、ケツガゴからのみたいな。スパーキーもね、あんま高めに出すと。これ、ボイド強くね？ニアド。でかっ。いや、これ、スケラーにスパーキーが巻き込まれないように高めっすよ。まあ、ダクプリだけで終わんのは許せない。いや、難しいな。このケツスパのジャイスキラが一番なんでわかんない。いや、俺神キャラじゃない。そんなことないよ。いや、雪一緒？止まったら負けです。止まんないでください。ほいナイス。次は次、いや形組んだ時のジャイスパビーズが止まんない説もある。形組めばマジで止まんねえなこれ。組めればだけど。すげえ。まあウィザードとスパーキーね、どっちかは残したい理論。おかっちゃんだ。さあ来た、ロケだな。まあ稀にポイズンもあるんですけど、最近はまたねロケットが増えたイメージがあるな。これは本当にスパーキー無能だと思うんで、まあジャイウィザードガゴヤボイザップとかで攻めたいよね。それまではまあ適当に耐えまして。すげえやだ。うー、適当に耐えまして。痛いね。さあ進化ウィズが回った。いや、ここちょっと悩むな。進化ウィザードさ、まあスパーキー出す必要もねえか。一回出してみる。あれ呪文チェック。いや打ってこねえかこれ。まあ行くだけ行って考えるか。さあしっかりね。いや、めっちゃいいナイト来てる。やばいこれ。どっちか出したらそのタイミングでバレル来る。もしこれ、え、まあ、ちょっと痛いんですけど許さるはするダメージ。スパーキーやっぱいらなかったですね。はい。出してからこうなっちゃった。普通にジャイミニピウィザード組めたら強そうなんだよな。インチキプリンね。ここだな。一回捨てるか。いや、相手の施設にもよるな。まあ何でもいいか。気合で突破しようや。えぐっ、寄りすぎやろ。いや、AME 髪ロケだけ。え、ゴミロケ。熱っ熱っ。相手もよく待ってきたのんなね。さあさすがに勝ったか。あぶねえ。いや今ウィザードミニペガゴ AM 良かったら全部巻き込めてた感あったよね。あぶな。いや、髪の毛だったら守られて終わってたな。あぶね。ちょっと待ったんだけどな、ガゴ追加。けど相手も待ってたな。
まあ、A マルクでよかったな。形組めは杖。お、ダブルシックスやん。さあ、まずは進化ザップを回したい。まあ、ボイド捨ててもいいな、正直。なんか待ってさ、血じゃいとか来たらさ、もうスパーキー出して、あざますって感じなんだけど。あざます。いや、これ美味しいな。やばい。やべ。これ、忘れてた。依頼しにせなあかんっつってたわ、さっき。おー、まあ、暇取るねか。え、これ、スパーキー対決やね。ナイト取るね。いや、スパーキーやん。まさかのトルネスパーキー、え、なんだこれ、エリジェイ、よう分かんねえな。トルネっていうのはさ、いや、エリジェイか。いや、あんま見なくさすぎてさ、この方ゴブリンのリーですら見ないもんな。いや、でも遅延スキャラにボイドは入ってこないしな。エレジャイなのかな。一発、はい、一発打てればまあ何でもいいでしょう。出しちゃおうかな、ケツジャイ。まあ、逆サイヤスパーキーがミニペカあるんで。ただのジャイか。ただのジャイだけど、ボイド入れちゃったみたいな。何なんだろうね、これ。わかんねえのが一番怖い。一発、いやー、偉いね、偉いが、ダクネイズ、いや、マジゴブリンの檻どっから来たんっていう話。ゴブリンの檻マジでどっから来たんだ、あれ。マジ来信したい。え。うん、ミニペッカ避けたね。これ何なの、マジエレジョイか、本気でわかんねえわ。イモリすぎだろ。やめて。やば、ウィザード取るね。いや、いいタルババや。スパーキー、うー、なんでこれマジでわかんねえな。まあ普通に行けば入れちゃいか。普通に行けばね。でももう普通に行ってねえからわかんねえんだよな。いやー、わかんな。まさか、ね、誰がわかんない。いや、それ強すぎんだ。タルババよくねえな。ぶっ飛べ。やべ、変なチョコザップ来てる。いや、これウィザード入れば熱い。あー、いや、マジでさ、守り硬すぎん。本当に突破できないんだけど。オリタルがやべえな。オリタルが。ゴッド逆サイドプラン、あっつ、それ。ゴッド逆サイドプラン大成功、あっつ、これ。やばすぎる。いや、まさかのゴーレムね。トルネタルボイドか、ダクネイザード。え、なんかめっちゃ強そうな。ナイトもいるもんな。
めっちゃ強そうなゴールみたいな、今のやばくない？めっちゃ強そうじゃない？何に負けんだ、何に負けんだろうね、スパーキーいやでもなんか突破できたのもね、たまたまみたいな。めっちゃ強そうだったな。いやこれ3の取られんのグロ。やっぱボイドでスパーキー飛ぶっすね、めんどくさいな、やべ。イケイケだな、結構来るね結構来るね。ナイトね、いやなんかもうゴレにもないと、ロイにもないと、ジャイにもないと、コカツにもないと、クロスにもないと、ホグにもないと、クララの最強キャラになっちまったよ。いやこれね、多分やべえ、これ文句いるわ。いや違う、ナイトだからいねえか、文句の枠がナイトになってんだろうな、リトプリ来たしな、そういうことか。いやここまでしょっぱいマジお互いすること一緒すぎる。いやさすがに来ない、普通に考えれば。まあ逆ロイ来たらなんか考えるか、来てほしかったが来ねえか。フェニー、いやフェニーマジ強いんだよな。まあジャイミニピ行ってから考える、考えよう、行ってからね。あとは運ゲー、はい、いやーフェニーがハゲるぐらいに強い。入っちゃってんだよ、え強すぎえ何もいなくなったそんなことある、そんな止まる、なんでそんな止まるんだ。フェニか、あーリトプリフェニのロイなんだ。最近はなんかさロイじゃいるけどこんな形じゃねえの。マジワンチャンにそう、ザッポ欲しい、でかい、いや間に合わねえか、惜しい、うわマジでちょっとあったー、やっぱ形組めれりゃ強えんだよな、でも相手のデッキは形組めば強えな、やば何でもいいや中身、みんなデッキの中身がさ同じすぎてさ君それ何のデッキっつって、すげえよな、こんなにみんなが似ることあんだよな、あんだね、あんだね、コウモリちょっとレアだ、こんにちは。いやさすがにボイド打たれんのかな、さすがにね、反応若くないと無理だよ、うい、あー高回転迫撃なんかいたな、リトプリもいるわ。いやこれスパギ弱いんだよな、ほら美味しいこのリトプリ、多分ポイがあったかな相手。え、ここのさ、足前じゃい結構強いんだよな。え、美味しいそれ。どう考えても。残れ。いやー、残れば熱かった。反撃からの適当か。強っ。でも、窓が。さあ、これは相手がね、3コス、リガー攻めた分のダメージが入ってはいるが。なんかここでものすごい来られるとまた怖いみたいな。いやまあ適当に許容できそう。でかい。さあ序盤の攻防を終えて、まあ、だいぶリードだな。迫撃ディガっぽいだね。最近ちょっといるんだよな。
高回転モサが使うデッキね。スケコウモリ、リトプリポイウッド。まあヤンキーしなきゃ一旦追いつけねえよ。まあでも行っちゃってもいいんだよな正直。暇なんで行くから一旦。で遅れてガゴ追加ないと僕。左も削っちゃうよっていう。これやばい、進化迫撃だ。これ負け筋っすね。いや進化しねえならいいや。許容しようかな。この許容が負け筋となるんだろうか私。やばい、負けそうだな。急に下手になっちゃった。やべ。え、でも迫撃進化しねえんだけど。なるほど。そっちパターンだ。え、でかっ。迫撃進化しないパターンきました。ボイドヤで仕留めてみる正直。ボイドハルク遅いね。いや迫撃が進化しないは結構いい話です。危ねギリ。えやばウィザード。それ耐えてんの。いやでもきちんだよな。マジ無理やり。いやウィザードマジ壊れやん。まあここね一回リセットのケツスパで。ボイドヤでさリトプリとけんの結構ありがてえよな。いやそれでいけ。えでも迫撃使ったらさ止まる。止まりそう。やめ、タワーに入ってね。危ねえマジで。いやマジで危ねえ。負けそうになってる。あんなリードしてたのんな。あんなリードしてたが危ねえな。なぜだ。なぜ追いつかれたんだ。なぜか追いつかれちゃったな。さあ陣太郎さんや迫撃かなイメージね。まあ雑に回しますか。おお好きだ。ドリルかな。スケウッド LSP。 まあクロスもあるか。あバツか。いでープリンセス。さあコカッちゃんね。まあほぼ確でロケだと思うんで、スケーレスピだしね。ロケだと思うので、どうしよう。ロケだと思うので、スパーキーはいらない。飾りです。まあ、ハシメプリンかな。また。マジで分かってても止めれない。分かっててもね無理なんですよ。さあまあ適当に1倍乗り越えて2倍からまた進化ウィザードゲーしたいな。プリンが回ってないで、まあ攻めでやらめ打てたら強いな。
うん、テスラすげえ横だけど釣れんのかさ。釣れんかったわ。釣れないんだ。え、強いそれ。いや結構あるこのウィザード。やば、強すぎる。どういうことっていう。今のやばくない？ウィザード。1コス系ワンパンだからか。相手してマジきついんだろうな、ウィザードが。え、天才ロケット来た。え、そんなこともなかった。あー、進化テスラあるからか。それ強い。まあこのサイクルは無理っすね。削っとくか。本命左だと思うんだよな俺。まあボイドでテスラぶっ壊して、プリンもぶっ壊して、このガゴが強いで、ザップも強い。うん？うん？つって何やってんだザップ。いやもう呪文削りがねちまちま成立してるけん。おーロケね、でけえ。価格舞い上がってんの。このプリンはでも許容して終わりじゃない。いやだからウィザード強すぎる。待ってやばい、足速いこいつ。いやちょうどいい。ウィザードがウィザードがなんでウィザード、こういうスケーアイスピとかスケーヌンチャラスピ、ね、1コスに強いんでね。いやマジで壊れてるわ。しかも深海像を対応しようとナイトとか、まあミニペでも何でも出てきてもぶっ飛ばすんで、一回絶対耐えれるんで。夜は長いぞさあ私はまあおとなしく進化を回したいと思います。珍しいゴースト屋、まあ、ペッカが結構濃いな。まあロイジャイ3割7割ペッカぐらい。普通にベッカか。いやロイもあるか。おお、いやまあ痛いがいない。これいっちゃうかな、ガゴ追加できるし。なんかスケキントリトン的なんで終わりそう。あれこれミニペ追加あったりする。マザネッか。いやでも結構いいでダメージ入ったな。まあこれは豚がちょっと強い。豚強すぎん勝てんだ。豚がよう食ってんだ、育てられたんだな。まあでもスパギ強そう。ここでもあれだな、一回待って合わせてケツスパ許容のジャイで仕留めるか。うん、えやべ最悪の、あおい行った方がいいな。フェニーともう一枚止まんのかな、スケで。ゴーストに当たってんの。やべやべ、やっちったなんだこのボイド、終わってんな下手すぎた。ワンチャン来ない。いやでかいそれ。ああ早骨確実に削りたいって感じか。いやフェニーだな、フェニーを突破できりゃ勝てんな。まあまあは適当になんか呪文で散るでしょう、どうせフェニーだな。あいつさえ仕留めれば。
まずなんでなんでファイブ打たなきゃいけない、たまにでけー、それいやーこれ仕留めたいな。進化ザップ温存できたのもちょっと強いな。まあ、どこに一体打つかなんだよな。でも進化リザードも最強っていう、ここら辺か今なんでザップ打っとくか。え、なんかぶっ飛ばしたわ。さあ追加して追加して、まあスパーキーが止まらない。いやこのスパーキー良かったな。相手スパーキーリセットの LSP とかなかったからさ、無双だ。さあジャイスパですね。はい、まあなんかジャイスパーキーとかジャイミリピ組んで、あとは呪文打っとけば基本的にはなんとかなるでいっかなと思います。まあ後半はね、形組めたらマジで止まらないよというね、マジ結構強かったな。はい、皆さんもぜひやってみてください。よければチャンネル登録もお願いします。では、おっしゃー。